おい待てこら。はい、おやおや、誰かと思えば組長じゃねえか。てめえ、柏木さんが世話してる組がケツ持ってる店にみかじめ取りに行ったっての本当か。おう、バッチリ稼いできてやったぜ。文句ねえだろ。ふざけんな。なんでそんなことした。おいおい、そんなことも説明しねえとわからねえのかよ。何、ウゴのタケノコみてえに次から次へとビルが建ってた時代はとっくに終わってんだ。これからは限られた島を力で奪ってたもんが勝つんだよ。筋ってもんがあんだろうが。筋ね、柏木の頭が文句言ってきたら組長うまいこと言っといてくださいよ。てめえ、3000万、どうしても用意してって言ったのはお前だろうが。俺のやり方が気に食わねえって言うならお前のやり方で今すぐにでも直径に上がってみろや。何もできねえくせに偉そうな口聞くんじゃねえぞ。バカ野郎。てめえ、恩を後で返す気か。すいません、本当にすいません。この詫びは縁故でも連れて。いらねえよ。てめえの子分すらろくにしつけられねえグズの指が一体何の役に立つって言うんだ。ああ、すいません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 。風間の親父の耳に入る前でよかったぜ。こんな情けねえ話で親父を失望させたくねえからな。今回だけは不問にしといてやる。次はねえからな。ありがとうございます、ありがとうございます。桐生ならこんなことには。まあとにかくしっかりやってくれ。はるかちゃん疲れてたみたいね。ぐっすり眠っちゃって。キルちゃん今日はどうするの。何か新しい手がかりを探さないとな。街に出てみるか。大丈夫、キルちゃんすぐ変なことに巻き込まれちゃうから。私、河原のもんでモグサって言います。今、花屋さんのところで働かせてもらってます。旦那、ちょいとボスのところに顔出してやってもらえませんかね。どうも、ボスの身内にトラブルらしいんです。ここんとこずっと機嫌悪くって。でも、私らには何も話してくれねえんです。花屋に家族が。
大昔に別れたのがね。その息子ってのがこの町の不良でして、向こうはボスの顔さえ知らねえんですが。いらっしゃいませ。ありがとうございました。そこのお前、殺されているかい。目障り。いや、
これ骨折れてんじゃねえか。許してください、おい。ああ。いや。あ？お
それがあんたの息子か。キリュウ、お前いつからそこに。いい女だな。趣味のいいガキだ。まあ悪かねえ。どこぞの組長の娘でなければな。この町の組か。いや、浅草のケチな組さ。お前向きの情報は来てねえよ。今日は無駄足だったな。そうか。旦那じゃないですか。ん？誰だお前。俺ですよ。もしかしてお前田村か。そうです。いやー、お久しぶりです。お前死んだはずだったんじゃ。お恥ずかしいことで、外じゃそういう話になってるみたいですね。青木からでも聞いたんですか。ああそうだ、俺の事件を追ってて東京湾に浮かんだって。さすが花屋さんだ。完璧に情報でっち上げてくれたんですね。どういうことだ。実は5年前サイの河原に入ってボスと知り合ったんです。そして情報屋としての自分が足元にも及ばないことを感じてね。それで姿を隠してボスの部下として働こうと決めたんですよ。でもどうして死んだなんて嘘。まあ俺には幸い嫁も子供もいなかったんで、別に死んでも悲しむ人間ありゃしない。それならいっそのこと自分を消しちまった方が情報が集めやすいと思いましてね。それで花屋さんに頼んだんです。そうか。でも青木は今でもお前のことを探していたぞ。そうですか。やったな。俺のことは青木には黙っていてください。お願いします。ああ、わかった。それじゃあまた。おい。
はい。お時間あります？もうじき俺の彼女の舞台があるんですけど、よかったら見に来ません？彼女が舞台に？ええ、そうなんです。絶対に桐生さんも楽しめると思いますよ。ほう。場所はピンク通りになります。
店の前で待ってますね。それでは。